さん、キャンディが好きですか？好き？皆さんの一番好きな漢字は何ですか？私の一番好きな漢字は見るです。この漢字の訓読みは見る、見せると見える。この漢字の音読みは剣。この漢字の意味はもう厉害。皆さん、この漢字の書き方は、じゃあ皆さん、この漢字の中国語は花見。見舞いと意見。皆さん、今例文を勉強しましょう。1番、建設的な意見がありますか？この例文の意味は、apakah ada pendapat yang membangun? 2番、病気の友達を見舞います。この意味は、menjenguk teman yang sedang sakit。 3番、花見をしに行く。この例文の意味は、pergi untuk melihat hanami。 皆さん、この漢字はもう分かりましたね。だからこれで終わります。さよなら。バイバイ。